今日は世界で何食べよう。どうも、翔子です。スール、国土の 80% が砂漠のオマーンで、レンタカーを爆走すること150キロ。突如道端に野生のラクダが出現したり、絶景を求めて岩山を歩けばオアシスが。運転してるだけで感動の連続。それでは思いっきり冒険ブログスタート。旅の資金残り674万円。中東編第2話。オマーンの首都マスカットから南東へ150キロ、港町スールへ移動してきました。オマーンまさかのめちゃくちゃ安全でして、外務省が出す危険度で言うと0のランク。今まで知らなかったけどオマーン最高。そしてネクストカントリーはアラブ首長国連邦 UAE のアブダビとなります。すごくね。すごいね。やばいね、ちょっと飛ばすよ。基本的にみんな80からさ、100キロぐらいを出してくるから、80キロで走ってるとさ、若干煽られんねん。でも基本的には運転しやすい。マジで信号が全くない。これね、ディズニーっぽくね。いや、これディズニー。なんだっけ？ビッグサンダーマウンテン。おぉ。じゃあランドじゃんね。すげえな。運転していきなりラクダってどういうこと？ラクダいるじゃん、ラクダいるじゃん、ラクダいるじゃん。行ってこようよ、まず。行っちゃう？入っていいの？なんか若干キリンにも見えるよね。野生ってことはないよね。でかっ。いや、すごっ、でかっ。でかしか。すごいわ。前に羊が通ってるから道を渡れない。羊なのかなこれ。あ、初めてこういうの。羊ね。え、かわいい。うん、初めてだ。どんどん来るよ。めっちゃかわいいじゃん。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。こっち側、こっち側もいるね。さっきから羊だった。うわ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい映像じゃん。かなり寄り道はしましたが、そろそろオアシスに到着です。すげえなこれ。なんか地球じゃないみたいじゃない。火星とかそっち系の。いや、月かな。すげえ。ハワーやっとナジャみたいなオアシス到着。結構厳重な。うん、入っていいと思う。おお、よいしょ、入れた。なんか子供の遊び場とかもあるね。事前情報によると、結構一瞬で終わるから、まあこれため、このだけのために来る必要はないと書いてあったけど、結構良さそうだけどね。今んとこ途中の道含めてここ来てよかったと思ってます。めっちゃ綺麗なんだけど、こんだけ整備されちゃうと、突如現れるオアシス感はなくね。あ、あっちがめっちゃ観光客いる。え、もしかしたらあそこなのかな？見て、バッグ黒いだよ。絶対金持ち。絶対金持ちじゃん。そうね。すげえな。お、ここじゃね？ついに来るか？おお。おお、すごいじゃん。うん。でも、あっち側からか。青いね。おお。ここの階段を降りたら、うわ、めっちゃ透き通ってんじゃん。なんか観光客ばっかだから、ここはヨーロッパなのかなって思っちゃう。お、結構でかいね。トン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 。おお、隕石落ちてできたっていう風なことを信じてる現地の方もいっぱいいるらしいです。確かにそんな感じの。確かに言われたら分からなくもないけど、さすがに違うだろうとも思います。冷たいのかな、これ塩水なのかな。疑問がいっぱい深まるな。あ、冷たい。でもちょうどいい。あ、え、塩水だよ。塩水だ。めっちゃ透き通ってる。で、中に魚も結構いるな。ちょうどいいの。
泳いでると全部当たるし。ノージャンピングって書いてあるけど、さすがにこっから飛び込まんだろ。マジでそんなやついんのかな。危なすぎ。いや、めっちゃ楽しかったです。いや、ほんと、マスカット、オマーン来たらここ来た方がいいと思うぐらいめっちゃおすすめでした。次もう一個。次はもうちょっとなんか奥地にあるオアシス行ってくるんで、車戻ろうと思います。ほんと綺麗。絶対運転というかさ、レンタカーやった方がいいよね。ワビシャーブっていうオアシスを見に来たんだけど、結構偏僻なところに止められたぞ。こっから3分って書いたんで、ちょっと行ってきます。合ってんのかな。この下か。え、なんか、お、怖え。うわ、怖え。俺高所恐怖症だからな。いまいちだな。いまいちな景色だった、ここまで来たのに。多分下に、あれで行くんだ。あそこに車いっぱい止まってるんで、あそこからボートで14万レアルで海岸まで行って、そっから歩くって書いてあったんで、ちょっとそっちのコース行ってこようかなと思います。間違えた。ここじゃなかった。下だった。疲れた。じゃあもう一回下まで行きますか。あっちの柱にウェルカムトゥーワビシャーブって書いてある。ワディシャーブか。結構なんか手作り感あるね。なんかほんと現地の人に払ってまず対岸まで行くって書いてあったんで、ちょっとそれをまず交渉してこようかなと思います。何でやる。バンパー2パー。What time? Last time? What time? You go? Oh, yeah. No, one minute. How many? Yeah. Okay. 3、1人1リアル。対岸まで往復。Okay. このボートに乗って対岸まで渡るという、まあ、ほんと一瞬らしいけど、これがないと渡れないんで、みんな払わざるを得ないって書いてありました。乗ってきまーす。チェックインになるな。アドベンチャー感強くない？うわ、めっちゃ綺麗。すげえ。目的地合ってんのか分かんないけど、彼らについていけば合ってるだろうということでついていってます。すごいな、これ。壮大だな。歩き出して10分経ったか経ってないかぐらいだけど、これ結構きついぞ。暑い。これあと30分続くと思うとなかなかの試練ですね。いや、ほんと朝からさ、バナナ一本と夏目足しか食べてないからお腹減ってくるよね。そのこと思い出したら気分悪くなってきた。でも俺らも偽ラマダンやってるから今。そんなラマダンの人たちに比べたらめっちゃ楽よ。水も飲んでるし。ちょっと頑張ります。いや、見えてきたよ。あれ、青いやつかな。オアシス到着。ふぅ。やべ、オアシス到着って言ったけど、もしかしたらここ、中継地点かも。ゴールじゃないかもしれない。お。ふぅ。でも誰も入ってないもん。あ、いっぱいしとき。おお、すごいね。なんか若干薄々感じてたんだけど、さっきのとこじゃなかったです。なのでもうちょっと、あと多分20分ぐらいかな、登っていこうと思います。
結構道怖いね。岩がすごいわ、ゴツゴツしてて。結構滑るんだよね、気をつけないと。あっち側に水の音がするぞ。上流近づいてきたのかな。ほぼ岩なんだよね。道作ってくれてはいるけど、結構これハードだよ。ついに泳いでる人を見えたぞ。なんか道すがる人に聞いたら、もう終わりはないから自分で終わりを見つけろって言ってて、でなんかその人たちは泳げるとこで終わりにしたって言ったんで、多分あそこが終わりです。おい、ついに届いた、着いたぞ。みんな泳いでる。ここがゴールです。ついに到着。やい、嬉しい。大変だった。こっから10分泳ぐとウォーターフォールがあるっていうんで、ちょっと今会議しようと思います。この先に滝があったけど、今回はちょっと時間的にもやめとこうってことになったので帰ろうと思います。いやー、すごかったな、この景色は。壮大すぎてやばい。この道を今歩いてます。山登りみたいなもんで帰りがやっぱ大変なんだよな。今から帰って車に乗って宿まで行こうと思います。さっきした、スールの街到着したんだけど、意外と何もないね。結構なんかこうマスカット比べると結構静かというか、砂漠地帯にあるって感じするな。とりあえずもうお腹減ってしょうがないんで、まずご飯のとこ行って食べれるか確かめてきます。か、駐車場っていいか。やっぱすげえな、ここら辺多分石油だと思うな、俺の予想だけど。さっき石油近くにあったから。美術館みたい。調べてたシーフード店着いたけど絶対やってなさそう。まあ、とりあえずランチ、まあ、とりあえず多分ラマダンだからやってないだけで、6時ぐらいには開くと思うんで、それをちょっと一回確認してこようと思います。おー、is it price? No price. Price? Price. もう、値段書いてない。ごぼりライス？うん。How much? A chicken? I want to see food. Seafood. No seafood. Only fish tuna? Chicken. Fish tuna, how much? Fish tuna, $2. $2, oh, okay. Yes. やっぱり6時からということなので、6時にまた来ようと思います。Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. 結構終わるよ、今日。ガラハラエってやばい。一旦、ホテル帰りますか。ホテル、スワインホテル到着。チェックイン完了。ん？これ部屋なの？超絶広いんだけど。どこからが俺らの部屋？でもこんな部屋だと思う。あ、ここキッチンあるよ。ん？あ、アパートメントだから。アパートメント、あ、そういうことか。だからはめっちゃ綺麗。超広い。すごいわ、これ。めっちゃ広い。おぉ、トイレも綺麗。なんかさ、中東独特のこの石畳が綺麗で、ね、あ、でも、めっちゃ広いのに近くない？近いな、このトイレとシャワー近い。うん。あ、センキュー。めっちゃ広いわ。ここもあるの。Wi-Fi の速度は問題なし。入ってるぞ。オープン。でっか。でか。やっぱでかいな。なんだろう、これ。これ、ツナ。へぇ。で、こっち側の方に。カレー？カレーだね。で、これもカレーだ。やめましょう。いただきます。
今日今何食べても美味しいかも。もうお腹減りすぎてやばい。このトマト。もうがっつくように急いでめっちゃ食っちゃった。ごちそうさまです。あとなんかついてたのがやっぱ夏目やし、ラマダン中食べるみたい。もう昼間っていうか、昨日スーパーで買ってるから夏目やしは今んとこ食べないけど、やっぱりラマダン中は食べるみたいです。おはようございます。やっぱラマダン中どこもお店やってないわ。もう全部閉まってる、確認したけど。ということでスーパーで朝ごはん買ってこようと思います。昼ごはんも兼用で。給油到着、ガソリンスタンド到着。プルプリーズ。どんなのかめっちゃ安いのかやっぱり。焼き料行ったんか。ガソリンは 5.8 オマールルピーだから2400円か、安いのか。せっかくなら朝飯昼飯券をビーチで食べようっていうことで30分かけてきたけど、どこビーチ、めっちゃ崖なんだけど。よいしょ。危ない危ない、気をつけないとマジで落ちる。もう漁してる、絶対漁してる人とかお腹空くだろうな。突如現れた道、もしかしたらこの下かな。怖っ。道がある、いいとこ着いた。ビーチはなかったけど、まあこれはこれでいい景色かなということで、お腹すいた、食べてきます。ラマダン中はこそっと食べなきゃいけないからね。ドーナツいただきます。はい。今日は僕5泊をしようと思ってるんですけど、今が12時で空港行くのもつまんないし、ラマダンだから他のカフェもやってないし、マジどうしようかなって。とりあえずじゃあ、和室まで見に行く。いやーマジでむずいな。考え中です。カメ、カメ、ちょっと待って。待って待って待って、これ。待って待って、カメ取れ。え、カメいたわ、本当に。いや、今中入った。ん？騒いだから中入った。見えた？うん、見えた。再び現れたの、カメ。うん、ほら、そこそこ。ここ。あら？あ、いた。いたけど、カメラには映らないわ。遠すぎるのかな。食べてる間に決定しました。やっぱ昨日の似た、やっぱおやすしとか行っちゃうと、昨日に似た感じだから、そんなに感動がないということで、オマーンのモール、一番でかいモールに行くためにマスカット戻ります。行ってきます。あらららら、こっちに砂浜あったんだ。やらかした。めっちゃ綺麗じゃん砂浜。マスカットで一番大きなモール到着。いや2時間半の車は結構疲れた。ちょっとご飯食べれたら食べたいけど多分ないんだろうな。入ってみます。やっぱやってないよな、フードコート。ここ置いてるけど、これ、あ、買っていいんだ。買っていいっぽいよ。ここ買う？パンは置いてあるみたい。フードコート到着。やっぱり電気はついてなくて、やってないかあるけど、マック若干明かりついてんだよね。テイクアウトやってるかどうかだけ聞いてきます。ワンチャンテイクアウトやってるよね、これ。もう腹減ってマジで頭回んない。今から揚げ始めたから揚げたてだ。ジュージュー来る。うん。申し訳ないけど買わせていただきました。やっべ。揚げたてのポテトゲットしちゃった。やべ、隠した。一旦、車に帰って食べて、その後夕食にもう一回向かおうと思います。6時まではこらえます。このマックで。だいぶ多いけどね。うん、ありがたい。うん。さっき少しマック食べちゃったけど、今日はアフガニスタン料理、トーチャーク。ここでちょっと食べてこようと思います。店内は続々人が入ってきた。
お腹空いてるのかな。でもそんな余裕なんだよね、結構がっつく感じだな。そう、頼んでないけど出てきたスイカとナツメヤシと野菜、多分ずっと食べてないから消化の良くて栄養のあるものを先食べるって書いてたから、多分ここから食べてがっつくのかな。じゃあ俺らも一回真似してみますか。じゃあスイカからいただきます。ほんま、ほんま超甘い。でもこの人そんな人じゃないのよ、スイカ。これも何？頼んでないけどとりあえずバンバン来るんだけど、小鉢が。これは多分あったかいからスープでヨーグルトで、これ何かな、多分酸っぱいトマトのやつだと思うんで、どんどん出てきます。やばいぞ、多いぞ。カレーとチキンライス頼んだけどこの量来ちゃった。いただきます。絞っていい？じゃ絞らせていただきます。うわ、結構果汁あるです。ではいただきます。ご飯自体はチャーハンみたいな感じじゃなくてレーズンが入ってたりとか、まあ、意外とプレーンライスにレーズンとキャロット混ぜてる感じだよね。私巨大なのね、伝わるか、巨大よ。はい、これそうカレーでいただきます。カレーは右側が豆カレーで左側が多分野菜なんだよね。でちょっとねとっとしてる、ドロッとしてる感じだから、なんか日本で言うともずくみたいな感じ。美味しかった、満腹。アフガニスタン料理初めてだ。ちょっとなんとスイカ残しちゃったけど、ごちそうさまです。無事戻ってきた。変革完了。あれ駐車場間違ってた気がしないんだけど、まあ切り替えて、今日空港泊なんでもう切り替えて休むことに集中していきたいと思います。空港はめちゃくちゃ綺麗。これだったら全然一泊できそう。これ一泊って考え良くないのかな、本当は。明日めっちゃ早朝なんで、ここで休憩してから明日向かおうと思います、ドバイに。それではおやすみなさい。めっちゃいいとこ見つけた。寝てる人いるじゃん。ちょっとここを今回の宿にさせていただきます。もうめっちゃ疲れるじゃん。え、めっちゃいいじゃん。うん、そこ行こう。この旅始まってから初めての空港泊。中東はめちゃくちゃ綺麗だし、こんな寝るところ準備されてるのめちゃくちゃラッキー。おやすみなさい。おはようございます。めちゃくちゃ快適に空港泊させていただきました。いや本当にいろんな人多分ここ空港泊してるんだよね。こっち側とかもみんな寝てるし、こっち側もみんな寝てる。マスカット空港、空港泊めっちゃおすすめかもしれないです。ということで今から朝の5時なんですけど、プライオリティパス使って朝ごはん食べてシャワーも浴びてからドバイじゃなくてアブダビ行ってきます。うわ、最悪だ。今、チェックシーンしようとしたこの、ウィズみたいなところは4時間前からチェックイン、オンラインでしなきゃいけなくて、それしてない場合は、16オマンリアル、6000円1人かかるって言われた。2人で1万2000円だ。マジだっけ？最悪だ。知らなかった。いや、絶対わかんないでしょ。めっちゃムカつくけど、なんか受付のカウンターの人が日本好きでアニメの話で盛り上がっちゃったから、緩和されたけど、32オマンリアルってさ、12000円だよ、マジうぜぇ。超高えじゃん。これみんな払ってんの？知らない人多いだよね。知らないよ、こんなん。このウィズみたいな飛行機乗るときはめちゃくちゃ要注意です。事前のチェックイン、4時間前。必ずやった方がいいです。
ラウンジで今のイライラを流してこようと思います。シャワーあるみたいなんでめっちゃ嬉しいな。うわ、豪華。タオルもいただけたので、ここでシャワー浴びてきます。めっちゃ綺麗。それでは、アブダビ行ってきます。